あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。お、マイラガライア、炎と氷に包まれた大地。あ、すげえな。あれなんやっけ、ファイヤーマン。全然違うかもしれん。お、トロールおるやん。今回もなんか、前回毒の沼地がいっぱいあったけど、炎と氷？氷もあるんか。ん？さっきのシーンに氷あったかな。目が覚めましたか、アイナ。その名はマイラ。あなたが次に救うべき場所です。遥か昔、この地には美しい木々に覆われた活気あふれる町が存在していましたが、今では屈強な魔物たちに支配され、わずかに残された人々は戦火の中で絶望しています。さあ、あなたにはこれを渡しておきましょう。お、また旗か。おー、お、あの場所や。あそこに見える光差し地を目指しなさい。そして、あなたの希望の旗を立てるのです。んで、ちょっとね、何気にこれ、いきなり初めて焚き火を手に入れた。ちょっとね、気になっとったん。初めて砂の草切れを手に入れた。砂の草切れってなんだ。じゃあまた。てかさ、あれ以来ね、あの、なんだっけ、ちょっとアイテムの名前を忘れたんだけど、メルキドの時にあったさ、あの高いところから飛び降りても平気な靴、あれ前回結局最後までなかったし、同じようなやつはもうないんだろうか。困るよね、飛び降りたいもん。お、なんか普通に機材設置されてない？暖かい光が溢れ出した。アユナよ、その地に生きる人々はメルキドとリムルダールにおけるあなたの働きで、わずかながら物を作る力を取り戻し、竜王軍と激しい戦いを繰り広げています。しかし、圧倒的な魔物たちの力を前に立ち上がった人間たちも今敗北の危機にあります。なんか今までより広くなったかな、気のせいかな。さあアユナ、その地にも光に導かれた人々がやってくるでしょう。あなたの手で新たな町を作り、戦火に覆われたマイラの地を救うのです。すべては精霊の導きのままに。ね、すごい気になったんやけど、これ、なんか、お、誰か来た。ほら。鉄の作業台。すごい、こんなんなんや。誰、荒くれ者？おい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 。なんだよ、この旗。なんだよ、この光。でもって、お前は誰だ？人様のアジトで勝手に何やってやがる。ここアジトなんや。何？ビルダーだと？おぉ、ってことは、お前はあの伝説の、ってバカ野郎、一体何のことだよビルダーって。伝説のまで言ってんだから知ってんじゃないのか。お前な、ちょっと得意げな顔でわけわからねえこと言ってんじゃねえぞ。まったく、竜王軍の魔物に吹っ飛ばされて、やっとの思いでアジトに戻ってきてみたら、妙な旗は立ってるし、おかしな奴はいるし、一体全体どうなってやがんだ。うおー、姉ごー、助けてください、姉ごー。助けを求めるんかい。ほらほら、お前は早くどっかに消えな。もう二度と話しかけてくんじゃねえぞ。え？ちなみに俺の名はガロンだ。いいか？もう絶対話しかけるだよ。絶対だぞ。フリか。しかも絶対話しかけるなって言いながら俺の名前はガロンだって名乗るっていうね。ん？なんだよ。もう絶対に話しかけるなって言っただろ？なんだよお前、まさか。俺に気があるんじゃねえだろうな。そんなわけあるかい。へ、だとしたら残念だったな。俺は筋肉のねえやつには興味ねえんだ。それに俺には姉子という心に決めた人がいるんでな。それを踏まえて、どうしても俺とお近づきになりたいってなら一つ条件がある。別にお近づきになりたいわけじゃないんだけど。ん？あそこに湯気の立つ水場が見えんだろ？あれは魔物に壊されちまった温泉でな。どこにも湯気なんか見えませんが。あのぶっ壊れた温泉を修理してくれたら、まあ、ダチクレイにはなってやってもいいぜ。なんかすげえ上から言われたけど、とりあえずなんかこの辺、これ？あー、なんか湯気。湯気立っとる立っとる。これか。これを修理しろと。とりあえずちょっと、初めて土を手に入れた。とりあえず壊して、温泉部分が見えるようにすればいいんかな？なんかいきなり入ってきたし。ぽちゃっと。あ、で、これ、下も？何これ？お、初めて湯枠赤石を手に入れた。前回あった水枠青石のお湯バージョンっていうことやね。お、すごいすごいすごい。これ温泉？いいね、いいね。
んで、あとはこの周りを埋め立てていけばよろしいのかな。よいしょ、この辺ほい。んで、こっちもか。んで、ここほい、湯の部屋が完成した。できたよ。さあ、来い。待てよ、通り過ぎていくんじゃねえ、おい。灯しめやがって。うおー、すげえ、温泉を修理してくれたんだな。心の距離を縮めるにはやっぱり温泉だ。裸でぶつかり合えば友情を超えて感情が。いや、男同士なら別にいいけどさ。な、なんだって？自分には物を作る力がある。ここに町を作って一緒に空の闇を晴らそうだと？うひゃひゃ、何言ってんだ？物を作る力なんて誰だって持ってるっつーんだよ。今までの世界では持ってなかったんだよ。てかそれ私のおかげだろ？お前今いくつだよ。そういう自分は特別だみたいな考え、ちょっと痛いぜ。中二病じゃねえぞ。とにかく温泉の修理ありがとな。たった今からお前は俺のダチだぜ。ダチ認定された。太い枝3本。クエストコンプリート。で、そういやまだ聞いてなかったよな。お前名前なんて言うんだ？アユナ、アユナ。へえ、アユナって言うのか。いかにも筋肉の疲れそうな名前だな。逆に筋肉のつきそうな名前を教えてほしいわ。ガロンならつきそうなんかな。ところでお前、物を作れるって自分で言い回ってるってことは自信あんだよな。言い回ってるって別にあなたにしか言ってませんが。じゃあよ、姉子や仲間を失って身も心もボロボロの俺の願いを聞いてほしい。何？頼む、お前が直してくれた温泉をもうちょっといい感じにグレードアップしてくれ。早速グレードアップかよ。ん？何があったか知らないが、仲間が大変なのに温泉の心配か、だと？うるせえ、すっとんきょうの顔してグーの根も出ねえ正論ぶっこいてんじゃねえ。とにかく、温泉にたらいを2つと壁掛けタオルを3つ用意してくれ。壁掛けタオル？それは、ん？壁掛けタオルはどうするって？そんなのあれだ、吉田に考えてみてくれよ。お、考えよる。お、思いついた？壁掛けタオルをひらめいた。手を拭くのに最適な小さなタオル。飾りなんだね。思いついたのはよろしいのだけれど、さっきのあの鉄の作業台かな？どこだっけ？こっちか。これだね。ここで、たらいと壁掛けタオル。ん？たらい、あ、これか。両方作れない。紐と、毛皮、太い枝。なんかいろいろといるなぁ。ちょっと待ってね。ん？何あれ？なんかある。本の中に文字や図形がびっしりと書かれている。何やら発明品の作り方が書かれた本らしい。見ているだけで頭が痛くなりそうだ。アイナはそっと本を閉じた。閉じんなよ。何か思いつくとかないんか。アレフガルド・レキテイと書かれた本が置いてある。本を読みますか。はい。私は今、メレキドの遥か北に位置するマイラという町にいる。豊かな緑に囲まれていたという、その美しい風景は今や失われ。地面から溢れ出したマグマが町とその周辺を覆い尽くそうとしている。そもそもマイラとは温泉で名を馳せた町だ。火山活動が活発な地域だったのかもしれない。おそらく竜王が人間の力を弱めるために、地下のマグマに何らかの細工をしたのであろう。空に光が失われ、世界は絶望の中にある。しかしマイラの人々はまだどこか明るいようだ。それはおそらく、未だこの地に温泉が残っているせいなのではないだろうか。噂に聞くパフパフやなる癒しの施設がすでになくなっていたのは残念だったが、癒しの施設なんや。マイラの温泉は人間の生きた証として、いつまでも残っていてほしいものだ。メルキドの冒険家、ガンダル。この人の本各地にあるよね。いろんなとこを転々としようんやな。というか、どこで材料を。おうおう、どうだよ、アユナ。温泉のグレードアップは順調か？やっぱり温泉にはタライトタオルがねえとお話にならねえぜ。タオルの素材は、そうだな。丘にいる大木たちからなら手に入りそうだぜ。早いと壁掛けタオルを3つとタライを2つ作って温泉に置いてくれ。大木土。別に目的地とかは表示されんよね、そりゃ。大木、丘の上の大木土、丘の上ってこれかな？これなんかな？ちょ、とりあえず登ってみようか？
登れるよね。なんかちょっと登りやすそうなとことかは別にないんか。あっち側じゃないよね。じゃあとりあえずひょいっと行きたかったけどひょいっと行けない。あ、壊す方だこれ。待って置けねえし。なんでだよ。お、これで。よいしょ。お。この上で合っとるからな。なんかこういう場所って大抵さ、キメラしかおらんくない？お。どう？何もいない。どう？お、キメラだ。やっぱりキメラじゃないか。他は？他の生物は？あ、ほらほらほら、キメラじゃないか。大きい槌は？しばらく生きよったらおるかな。あ、こっち？他の上。ちょっと待ってね。よいしょ。これぐらいの高さなら大丈夫だろう。あ、おったおったおった、大きい槌。ここは？来た場所かな。うおー。ちょっと待ってくれ。へいへい。いやん。待てよ。へいへい。そっか、大木槌はいろいろとね、土を壊していけるんだよね。初めて毛皮を手に入れた。で、この一匹じゃダメだぞ。あ、あっこに。お、いっぱいおるんやね、あれ。さあ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 。お、お、お。お、なんか続々とおるやないか。やったね。いや、折りすぎじゃね？あれ？これ、大きい寿司だけじゃなくて、ブラウニーもおる感じですか？ブラウニーからも取れるんかな？毛皮は。今ね、私ね、あれなんだよ。回復アイテムをそんなに持っていないし、作ってないから、あんまり、来られても。やったー、めった打ち。なんか初めて皮袋を手に入れたんだけど。で、毛皮は？ 6 個ある。6個足りるかな？あ、まだいるじゃん。へい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 。待って待って待って。はいはい。まあ、とりあえず取れるだけ取って。取れるだけ取っておきたいけれども。一応ちょっとこの、たった一個しかない薬草を。たった一個しかない薬草を使った。よし。で。下とかも取っていこうかな。待って、降りたい。は、よし。初めてツタを手に入れた。イエーイ。どれぐらい？よいしょ。んで、こっから。あ、ツタ落ちとる。落としてしまっとる。よし。もうこっからなら大、なんてことだ。ここどこですか？こっちに降りてきちゃダメだった感じかな。上がっとこう。上がってって、向こうからまた。日が暮れてきたよ。日が暮れてきたよ。まださ、まだ拠点にベッドすらないんだ、私。こっちからあるなら降りれるかん。うん、ここも下海だね。こっちかな。うん、こっちだな。よいしょ。どれぐらい、これぐらいならいけるのか。お、いけた。さ、太い枝持っとったかな？これかな？太い枝って。合っとる？まあ、とりあえずこの辺ちょっと取っていっとこう。たらい作りに必要だ。で、拠点は？どれ？あれか。よーし、帰ろ。これで多分作れるはずでしょ？多分ね。多分ね。んで、どこだ？あ、これだ、これ、これ。ここ作れる。壁掛けタオル。8個 ?8 個もいらない。じゃあまあ1個ずつ作っていくか。これで3つね。壁掛けタオル3つと、あと、たらい。たらい作れねえし。紐がいる。紐。紐どこ？あ、これだ、これ、これ。紐。二ついるんかな？あ、一気に作れたわ、10個。ってことは、これで、樽を、二つ。
え、足りない。え、待って、太い枝が足りないのか。さっきので多分合っとるよね。あれ、こんなとこに作業台あるし。何個いるんやっけ。あと一つぐらい、これかな。ん、十分足りてたかもしれない。いやー、ゴースト現れたよー。へいへいへい、どんだけいるんだよゴースト。へいへいへい、てか荒くれ者消えたよね。荒くれ者逃げたよね、荒くれのくせに。これで、あれ、どこ行った。あったあった、たらい。これで2つ。私さっき樽作った。何やってんだよバカか。へい、これで作れたってことで、ちょっと待ってね、一旦寝たいよね。よいしょ。じゃあこの辺ちょっと埋めていって、間違えたし、この辺ちょっと埋めてって、そっちじゃないよ、ここ部屋にしとこ。ほい。んで、松明ってか焚き火置いとこっか。焚き火をポンと置いて、んで扉、ん？扉ない、藁の扉。砂の草切れがいる。この辺の層かな。お、あ、合っとる多分。これで砂の草切れゲットー。で、藁の扉を一個作ると。んで、あとベッド、藁ベッドを2つ作れる。あ、1個しか作れんかった。まあ、いっか。とりあえず1個だけ作っといて。とりあえずね。ほっ。で、わらベッドを1個。ほいっと。寝る。はい、おはよう。明るくしたかっただけなんだけど。まあ、後からまた、ベッドはもう1個設置しておいてあげなくてはね。うん、入ってきた。じゃあ、とりあえずこの辺、あ、たらい積み重ねてしまった。たらい積み重ねてしまった。じゃあ、この辺に、ほいっと、置いて、あと壁掛けタオルね。向こう側ちょっとなんか、壁掛け松明があるから、この辺に、ん？置けないの？あ、そっか、こういうことね。これで、オッケーでしょう。お、湯の部屋がマイラン温泉になった。タオルとたらい置いただけで温泉になるのか。へい。うおー、うおー。温泉をグレードアップしてくれたんだな。すげえじゃねえか、アイナ。そんな筋肉のねえ体でよくやってくれたな。筋肉にこだわるな。いいか、アイナ。温泉ってのはこのアジトのマイラのシンボルなんだ。姉子や仲間がここに帰ってきたとき、温泉がしっかりしてないとみんな悲しむだろ。だからだよ。だから俺はわざわざお前に温泉の修理を。ん？ここで一体何があったのかだと？そもそもここはな、あの妙な旗が立つ前から俺たちが物の戦うアジトだったんだ。だが、お前が来る少し前、竜王軍の総攻撃にあって、今じゃこのざまさ。もともとアジトやったけん、なんかあの鉄の調合台、調合台じゃない、鉄の作業台とか本とかいろいろあったわけ？仲間たちはバラバラになって、姉が魔物たちに捕まっちまって、たまたまこの近くに隠れてた俺は、お前と怪しい光を見て戻ってきたってわけさ。隠れとったんかい。やけんか、敵から逃げ寄るのは。とにかくアイナ、温泉をいい感じにしてくれてありがとな。俺は温泉に浸かって筋肉を揉みながら、仲間の救出とマイラ復活計画を立てる、考える。筋肉のないお前は温泉に浸かりながら、ビルダーとしてボディ磨きでもしててくれ。ボディビルダーじゃないんだけどな。クエストコンプリート、白い花びら。お、これで傷薬が。イエーイ。ん？早速戦いなんか。マジっすか、マジっすか。まあ、でもとりあえず、戦いはまた今度ということで。ほい。今回は、めっちゃ引いたな。まあ、いっか。今回はこの、え、引きすぎだろ。はい。今
回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。Twitter の方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ちょっと早めに拠点を作ってしまわないとモンスターがね。